北村康平は、日本中央競馬会立東トレーニングセンター、菅井直介厩舎所属の元騎手、調教助手、小学校4年生の時に、祇園祭りの地語を務めた。2003年3月、立東の田所秀高厩舎所属騎手としてデビュー。主な同期に、石橋治、松岡正会長谷川弘次大、佐久間宏史などがいる。 この年同期の中では3位となる22勝を挙げ、初年度より3年連続で2桁勝利をマーク。3年目の2005年には、エリモハリアーで、函館記念を制覇し、重賞初勝利も達成した。その後は、減量機種の得点がなくなり、起乗数、勝利数ともに減少。起乗場確保のため2007年により、障害競争への起乗も開始するも、平地。 障害双方で目立つ実績はなく2010年12月20日をもって現役騎手を引退。引退2日前の小倉競馬第7レースが最終騎乗となった。通算成績は1129戦59勝、10勝1勝。引退後は引退時に所属していた菅井直、スケ者の調教助手に転身。菅井とは騎手時代から菅井の父である 菅井彦像を通じて接点があった。調教助手としては、札幾賞、菊花賞、天皇賞などを制した、ゴールドシップや、白毛マ発の GE 市場である、育しなどを担当。中でもゴールドシップは、デビュー前に、函館競馬場で調教を行った際に、ロデオ状態で振り回されたり、初重症制覇となった、共同通信杯直前の追い切り後に振り落とされて、 肩を脱臼したこともあった。ゴールドシップの安城が内田博之、横山のりなどたびたび入れ替わったのに対して、デビューから引退まで一貫して、調教を担当していたことから、競馬ラボでは、よしあしを知り尽くしている、産 k スポーツでは、足毛の怪物の背中を最も知る男などと、形容された。北村自身は、 現役騎手としてゴールドシップに乗れなかったことを悔いとしてあげており、もし乗ったら大逃げの戦法を打っていただろうと、ケイスポーツの取材に答えている。競馬ラボの取材では、騎手時代に函館記念を取らせたエリモハリアーは、貧馬のような馬で、そういう意味でもゴールドシップは、それとは対照的な乗り味であることを述べている。菅井厩舎が送り出した G1 馬の一頭である、ジャスタウェイは、 本来の担当場ではないが、2013年の毎日、王冠に向けた調教で起乗したことがある。ありがとうございます。